ゆいぐいネバギバのギョンスとハッピーチューニー稲吉です。稲吉さん、はい、ここどこでしょうか。え、どこここどこでもダメダメダメ。稲吉さん、はい、今日は球磨川下りの8000場にやってきました、うん、イエイ、来ました。球磨川下り、はい、ね、8000場として、うん、まあ、豪雨災害以降リニューアルされましたけども、うん、こう木造の船にね、はい、乗る観光のアクティビティの楽しみ以外でも実は今、はい、リニューアルされた8000場の中に、はい、九州パンケーキというめちゃめちゃ美味しい有名なパンケーキ屋さんも入ってるんですよ。パンケーキ食べれるの一人しない？食べれます。横浜で食べた以来です。うん、はい、しかも県南のいろんな物産品を販売している物販コーナーもですね、中にはあったりしますので、パンケーキも食べれるし買い物もできる、そんな施設に今生まれ変わってるんですよ。昔はどちらかというとこの球磨川下りに乗る人だけが来るような施設だったイメージなんですけど、リニューアル後はすごい地域の若い女性をはじめ、まあ学生だったりとかご年配の方々もここでお茶をするようなめちゃめちゃいいにぎわいがここから今どんどん生まれつつありますので、今日はここの8000場の魅力と発見マルシェというイベントがちょうど合ってますので、その模様を皆さんにお届けしたいと思います。思います。それでは8000場と発見マルシェにアクション。ネバギバ綺麗です、とってもすごい前とは全然違う。全然違うワクワクします。いいよね。ここが受付だ。はい、どうも。こんにちは。球磨川下り株式会社に4月から入社された萩山くん、はい、新入社員ですね。おめでとうございます。人吉に移住してきたんですね。はい、移住してきました。めちゃくちゃ俺と一緒じゃん。本当だね。よろしく。あ、よろしくお願いします。光栄です。移住同盟。萩山くん、はい、ここではどんなことができるんですか。はい、こちらアクティビティが3つございます。1つ目がですね、こちらのバイカの私という、はいはいはい、遊覧船になります。もともと球磨川下りをやっていたんですけど、今下ることはですね、水害の影響で今できなくなっており、復旧を目指しているところです、はい、でこちらはですね、豊洲城の周辺を周遊する遊覧船となっております。豊洲、はいはいはい、の四季を味わえる場所を気持ちよさそうだね。はい、これが一つ目、メインね、はいはいはい、バイカの私です。バイカの私、はい、じゃあ2つ目ですね、ラフティングツアー。ラフティングはいける。ラフティングは、はい、下れるんですね。木舟はちょっと沈んじゃうので、浅いところ通れなかったりするんですけど、こちらは下流まで下っていけるツアーとなっています。はい、はい、やりたい。ラフティングツアーやりたい。やりたい。もう一つ楽しそう、はい、はい、こちらですね、人吉発見サイクリングツアーという。そうそう、チャリね。悲しいのよ、チャリ、チャリ。あそこにちょっとあれだ、はい、電動の自転車があるんですけれども、うん、そちらでガイドさんをつけて、人吉の魅力であったりとか、うん、まあ、水害でどういうことが起きたのかみたいなことを聞きながら、自転車でツアーできる、はい、アクティビティになっています。はい、そういうところも教えてくれるんだ。はい、そうです、ね、いい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いろんなことができるんですね、アクティビティが。楽しく学ぶ。今日はちょっとあいにくの雨なので、うん、パンケーキを楽しみましょうか。はい、食います。食ってきます。じゃあ行ってきます。はい、行ってらっしゃい。雨に行きます。ネバギバ九州パンケーキ、はい、ね、楽しみ。行きましょう。こんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。うわー、美味しそう。いっぱいありますね、みんな。そうですね、一応ですね、こちらがパンケーキのメニューと、はい、あとガレット系ですね、うん、あとドリンク系、クレープ、あとソフトクリームございます。あとランチの方もですね、時間限定の方でさせていただいております。ランチまで、ランチまでですか。一応2時までですね、11時から2時の間の。今これギリいけます。ギリ大丈夫です。2時です。しゃぶねー。そしたら2時ですね。22分でした。22分はいけます。22分はちょっとですね。わかりました。わかりました。じゃあホットドッグいただこう。あ、ホットドッグだけ。一応ですね、土曜日と日曜日限定でこちらの方にサンドイッチ系の方も。こちらも個数限定で、もう残りわずかですね。ここに出てるだけの。はい。じゃあ全部もらってくる。それぞれからパンケーキ、この九州パン食べ比べよりどり3種セット1つとホットドッグ、ホットドッグ、それ3つください。お願いします。あ、え、クレープ、クレープ食べたい。え、クレープ、何、クレープ、これ、ここのクレープ美味しいんだって。クレープどれ、クレープください。じ
じゃあそれもいちごの方で、はい、お願いします。いただきます。すごい、九州パンケーキです。おやつさん、はい、答えです。はい、このパンケーキあるじゃないですか。はい、このソースとこのパンの3種類何でできてるかの紹介を。一応ですね、はい、プレーンと、全粒粉、プレーン全粒粉とかバターミルク、バターミルク、その3つになってますね。その3つですね。一応こちらの方もシロップと、はい、あとジャムの合計7種類ですね。うんうんうん、そっか、シロップでジャムなんだ。はい、いただきます。じゃあありがとうございます。あ、このさ、バターって最高よね。バターついてると思うし、マジで久々食うわパンケーキをね。え、なんかつける？これかな、これつける。もっとうまくやりたいな。こういうやつでしょ、ね、こういうやつでしょ、ね、なんかこういうやつだよね、うん、よかった。意外にね、こういうの食わないですよ。不安になっちゃった。好きやしか食ってないんで。おいしい。マジでおいしい。美味しいね。パンケーキ自体にさ、そんなに甘さがないからさ、男の人でも結構食べやすいから、うん、ね、好きなものを選んで食べれるからいいよね。結構あんまってやつあるじゃん。うん、あー違う、ね、もう好きやわこれ。好き。食った上で一番やっぱ手前にこれ全粒粉から分かんないけど、この手前の濃いやつ好きです。うまっ。マジでうまいぞ。九州パンケーキ侮ってたわ。マジで皆さん侮らないでね、九州パンケーキ。でこっち側で楽しめる、うん、かもそっちを楽しまず一本で行くっていう。俺はこれね、おいしい。これね、食べたやつをさ、ひとくまストアで購入できるからいいよね。これ全部シロップとか粉とか買えるから、ご自宅でもお土産とか一緒に来れなかった人に食べてもらえるし、いいよね。美味しい、美味しい、最高です。ね、これすごい。でもこれどうやって食べるんだろう。うん、食べてみたかったの。どうやって食べるんだろうね。ナイフとフォークじゃ食べないもんね。もう上から上から来てもらって。いくよ。穴について。取って取って。もちもち、もちもちなんだ。あ、これ生クリームとクレープ生地が甘すぎないから、本当にこのいちごの甘さが引き立って美味しい。いただきます。はい、じゃあ発給マルシェ行ってみます。行ってみよう。雨だけどね。あ、雨だ。こんなあったんだって思ったけど。すごいすごい、マルシェ感。いや、なんかフィットしてていいけどね。え、すごいいい感じ。はい、皆さん、はい、なんと8000羽の中に九州パンケーキ村岡社長がいらっしゃいましたので。あ、大物ですよ。ありがとうございます。今日は発見マルシェというイベントがあっていて、村岡社長もこのイベントに関わられているので、発見マルシェってどんなイベントなんですか。そうですね、まあ8000羽ができて、はい、8000羽の中にはもちろん川下りとか、はいはい、カフェがあったりお土産屋さんがあったりするんですけど、はい、今日からオンシーズンに入るっていう中で、はいはいはい、やっぱり地元の人たちももっとこの8000羽を使って楽しんでもらいたいって思いもあるし、もっと言うとこの今川全体ですよね、はい、今日いろんなところから来てもらってますけど、はい、今川全体やっぱりいろいろとこの2020年のね、水害以降みんなで大変な声したじゃないですか、はいはい、ここから角度上げて元気頑張っていこうぜっていう、はい、そういうきっかけのイベントになればなと思って、チョイス、熊川沿いのいろんなものを発見しましょうっていうことで発見もあるぜっていう、なるほど。地元にいながらまだ知らないお店が今日たくさん並んでいるので、そのようにちょっと楽しみながら、はい、まあ、ここで発見してまたその本店というか、そうだね、それぞれの、ね、するどチームで、ね、めちゃくちゃいいよ。ぜひ楽しんでください。ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。これは、これなんですか。これはハブタイ餅で破れまんじゅうですね。はい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 。え、じゃあこの1個もらっていいですか。ありがとうございます。シソ入ってるのこっちですか。シソは入ってるの。シソそば。シソ食ってみたいです。これ、これください。これ珍しいでしょ。シソ、シソ大好きなんですよ。あ、本当ですか。食べてみてください。ぜひぜひぜひ。お買い上げです。食べて欲しかったな。いやー、
じゃあ行きますね。はい、来てください。お店の方に。はい。あ、そう。竹の。何屋さんですか。食品加工の。食品加工。はい。朝霧フレッシュフーズさん。はい、そうです。へー、これがおすすめだよってのがあります。やっぱり今が旬の。はい、一緒に手を全部入れて、はい、炊くだけで。あ、そんな簡単にできるんですか。はい、料理全くしないんで、それはありがたいですね。買います。ありがとうございます。買います。はい、ありがとうございます。豚耳って何だろう。いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらいかがでございますか。今日は何ですか。今日は番茶ですか。ま、いや、これはね、熊川というお茶です。熊川なんだ。ちょっと飲んでみて。いただきます。美味しいよ、ね、水出しです。うわ、美味しい。美味しかうまか。で、ポイントがこれがお番茶です。はい、ちょっとこれ七輪の。それは違うお茶なんだ。そう、番茶です。番茶。これね、これなんですよ。安定の。カフェイン入ってないんで、夜飲んでないんですよ。まあ最近焼酎に入れて飲んでます。あ、いいね、いいね。あ、焼酎少なめで、番茶濃いめに作って飲むと最高。あ、それいいね。その作り方、バチッ。なるほどね、番茶ちょっと濃いめにすればいいのか。6、4、なるほど。はい、ありがとうございます。あ、いいっすよ。はい、はい、人吉熊といったらもう立山商店さん、ね、もうお茶、ただ梶山町通りにね、立山商店さんございますから、ぜひ皆さんそこに行って試飲もできるし、ね、お茶買ってみてください。どうもありがとうございました。来ました。はい、女帝の登場です。夏さんです。夏目友人帳の後編にも。確かにね。あ、そう、そうだね。ありがとうございます。湯の前で、ね、出ていただいて。あ、そうです。なんすか、なんすか、今度は。あ、何があるの。これはあのうちのコンフィチュールのミニ瓶セットです。コンフィチュール、なんですか。コンフィチュール、ジャムですね。ジャムなんです。一応ね、あの全部は初間の方にあるんですよ。はい、今日はね、トリプルベリー、梅、それからユズでございます。わ、トリプルベリー、梅、ユズだ。はい、綺麗。いや、ほんとだ、綺麗。いただきます。いただきます。色がすごいね、綺麗だ。マジのやつ。うまいな。うまいな。美味しい。これですか。あ、ユズとトリプルベリー。これね、あの水上村湯山ってところのいちごと、うん、湯の前町のブルーベリーが入ってます。で、これユズはね、あの山江村の湯の木坊地っていうところ、うん。これはね、ほぼ九州バイエンナリー。で、これが錦町の生姜ですけど。はいはいはい。で、今回はクラフトコーラがデビューで、ついに初めて見る。ついに、クラフトコーラ。すごい、次から次出てくるね。ちょっとペールコーラなんだよ。あ、うまい。あ、俺結構好き。うまいわ。美味しい。うん。生姜入ったの。入ってます。これもジンジャーママさんの生姜。うまい、うまい。美味しい。美味しい。うん、どんな感じなの。なんかね、なんて言うんだろう。普通のコーラ想像しちゃダメよ。あ、そうなんだ。クラフトコーラってでも。なんか普通のいうのを想像してた。コーラは、牛乳、バニラと柑橘なんですよ。で、あと辛みなんだけど、その柑橘も、あの私たち、あの鳥羽瀬島から来た修羅の湯を必死で絞って入ってます。それとね、あのバニラが入ってるんだけど、これがね、本当に珍しい。国産のバニラビーンズ。へー。あー、この間の。これなんかさ、米タンとも相性良さそうな。あ、これ言っとくよ、米タンとめっちゃ合う。絶対いいよね。ください。買っとこ、買っとこ。はい、米タンはね、なんか一回一緒にうちのいろんなものと合わせて。やりましょうかね。約束ですよね。じゃあそれ約束。今日結構いろんなところでも、どこでも約束してるよ、このとこ。撮ってます。これ撮ってます。ぜひ一緒に。これ一緒にやりましょう。米タン企画、最高。で、これください。お願いします。ありがとうございます。うまいぜ。ありがとうございます。ありがとうございます。ネバギバ。でん。でん。いやー、むちゃくちゃ買いました。いやー、でも欲しくなっちゃった。ついつい。で、うん。本当にいろんなものを再発見しました。本当、発見場に来て、中も楽しめたし、発見マルシェでもね。
距離の近さがマルシェの方がいいと思うし、またつながったらね、いろいろそれぞれの店舗にも直接行って、そこでも楽しめるし、またその店舗も紹介できたりしたらいいなと思っています。はい、次回の発見マルシェを楽しみにしてください。はい、今日の動画は以上になります。我々ネバギバの3人は、はい、これからも人吉くまのいろんなことをですね発信していきますので、ぜひチャンネル登録お忘れの方も多いのではないでしょうか。ぜひそのボタン押していただけると嬉しいです。ぜひお待ちしております。はい、はい、それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。名字あるんですよ。何？キジウマギョンス。そうそうそう、キジウマギョンスっていうのが本当の名前。本当にネバギバでの名前なんですよ。あ、ネバギバの名前中でね。そうそうそう。稲吉も名字ある。あ、何？先月稲吉。先月谷平と被りそうだけど大丈夫？先月谷平以来の。先月谷平。先月稲吉。武将、あの武将の。先月稲吉です。今月の稲吉。来月稲吉。三人いるから稲吉は。先月と今月と来月で。よくできた。先月の。